一つ目が、アンモニアガスが出るやつね、二つ目が吸湿性があるやつ、うん、カチカチに固まっちゃうっていうのは一緒に入れない方がいいよっていうので、うん、次三つ目、まあ、これもねあんまないと思うけど、みかん塾の回避、はいはいはい、みかん塾待避ね、うん、あのね、まあ、要は入れすぎるともったいないよと、はい、うん、いうことかな、うん、使い方を、そうそうそう、勉強しましょうと、まあ、肥料の無駄遣いっていうのはそんな感じかな。こんにちは。どうも、岩崎です。今日は雨でーす。ねえ。ねえ。ずっと雨だね、朝から。ねえ。だから、ちょっと、お家でずっといます。畑に行けないです。うん。前はね、カッパー来てガツガツ取ってはいたけど。でも、タアサイだけやろ？そうなんです、今の。今日はもう雨やから。はい。行かない。はい。今日はということで今日はね、春菊の袋詰めをしながら、はい、肥料の、うん、やってはいけない使い方っていうのをね、おお、肥料のね、うん、使い方、うん、やってみようかなと思います。はい、まあね、肥料っていうのは、うん、有機肥料にしてももちろん化学肥料も化学物質なんですよ。うん、ね、わかる、うん？化学物質だから、うん、肥料っていうの、肥料同士を混ぜると、うん、化学変化を起こすのよ。おお、なるほどなるほど。当たり前のように。はいはいはい。ね、うん、だから気をつけないといけないんやけど、うん、化学変化を起こすということはどういうことかっていうと、まあ、なんかもう今一番わかりやすいのがアンモニアガスみたいなね、うん、そういう違う化学反応を起こして違う物質になってしまって肥料の効果が落ちていくと、うん、いうのが一つと、はい、あとはカッチカチに固まってしまって肥料の効果がなくなってしまうと、そういうことも起こりうるんですね。カチカチに固まるって土が？肥料が固まっちゃう。あのさ、パパさん、水溶性マグネシウム、うん、硫酸マグネシウムですね、うん、それをトラックの荷台に掘ってて雨に当たったのよ、うんうん、で、どっかから水入ってたんかしらね。はい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 。石みたいにガチガチに固まってもう、どうにもならんのよね、あれ、カチカチで。もう使われへんのかな。砕いて使おうかもだけど、砕かれへんぐらいカチカチに固まってた。それはね、吸湿性って言ってね、湿度というか、その水分を吸う。吸っちゃう。うん、性質があるのよ。そいつかな。そういうのも、うん、気をつけないといけないよね。うん、確かに、石みたいになってた。そう。参った参った。はい、ちゅうことがあるんで、まあまあ注意して使わないといけないよと、うん、っていうのはね、もうまあ背景もう一つにね、うん、肥料って値段上がってるわ。あ、やっぱり？いや、うん、ホームセンターで見てきただけやけど、うん、それでもさ、化成肥料でもやっぱり200円ぐらい、いつからってまあ2、3年前と比べたらね、うん、上がってるような気する。いらんね。うん、あとはん、うん、やっぱあれちゃう、肥料って輸入やから基本外国で、うん、はい、外国からそのまあリン酸にしたってさ、うん、輸入してくるわけよ、うん、うん、まあ、他のやつもそうだと思うけど、うん、中国とか結構多いのよ、肥料はね。あ、なるほどね、うん、でやっぱり世界的にやっぱりそう、物価は上がってるしさ、そうね、うん、あとはほら日本は円安だからさ、うん、ああ、なるほど、うん、輸入品は高くなってしまうしね、はいはいはい、うん、そういうのとかいろんなもんがほら、でいろんなもんがほら、ね、値上げのニュースよくあるやん。ある。それの一つで肥料もそうやと思うわ。うん、野菜の値段上がれへんのにね。なあ、なんなんな。うん、まにえらいこっちゃで。で、まあ、肥料はもったいないから。うん、もったいない。うん、もったいないやんか、変な使い方して。あ、そうか、ね、肥料の効果がなくなってしまったら。うん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 、だから肥料の使い方をね。うん、注意しないといけないよということで、はい、やってはいけない肥料の無駄遣い、はい、ということをやってみます、はい、まずね、肥料っていうのはさ、酸性とアルカリ性があるわけよ、うん、わかる、うん、だから、まあ、酸性とアルカリ性を混ぜると良くないっていうのもあるし、アンモニアガスっていうのがね、うん、出てしまうのよ。うーん、窒素分が入ってるやつね、うん、の肥料と
まあ、簡単に言うと石灰とかさ、あそういうやつを混ぜると、うん、あのアンモニアガスって言って、うん、窒素がガスになって抜けてしまうのよ、はい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 、窒素が抜けてしまうってことは肥料の効果がなくなる意味ないじゃん、うん、例えばもう一番簡単なので言うと駆動石灰と化成肥料、うんうん、混ぜたらあかん、うん、混ぜたらあかん、混ぜて使うと飛んでしまうのね、うん、で、まああんまりあんまり使えんかもしれんけど、まあ、もちろん小石灰とかさ、うん、もうあかんのよ、うん、であんまり使えんかもしれんけど、あの草木灰ってあるやん、なんか聞いたことあるの、要は灰よ、灰、はいはいはい、灰はね、アルカリ性なのよ、はいはいはいアルカリ性やから、これもね化成肥料とかさ、酸性肥料と混ぜるといかんのよ、へえ、パパやってたね、昔もう灰？灰の方じゃない、あの、普通のね、黒石灰とは混ぜてたよ、うん、知らんくてね、うん、で、まあ、酸性の肥料ってもっと言うとね、あの、もっと酸性というか、炭肥って言うんやけど、うん、窒素肥料ね、うん、硫黄とか、うん、松庵っていうかな、俺は使ったことないけどなんか和尚さんの名前みたい一家さんやな、そう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 、おい松庵みたいなはいあとはあのさっき言った硫酸 マグネシウムね、うんうん、そういうのを草木灰とかと混ぜると、うん、あの硫酸、あのアンモニアガス、うん、を出して使えなくなるのね、うん、まあこれはもう出るんだな、うん、もう化学的にね、で、うん、でアンモニアガスを系でいくと、もう一つはあの堆肥もね、そう堆肥も若干やっぱり窒素分持っとるわけよ、でパパはね今まで知らんかったんやけど、最近調べるとやっぱ堆肥もあんまり駆動石灰とかと一緒に入れない方がいいって書いてるものが多いね、へ、うん、今まで気にせず一緒に入れてたけどね、うん、だから堆肥と硝酸、うん、硝石灰とか駆動石灰、うん、あとは軽カル、おお、なんか聞いたことあるな、軽酸カルシウムね、うん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 、そういうのもあのやっぱりガスが出るんかして一緒に入れない方がいいって書いてるね、まあ、要はアンモニアガスの出る、場合は入れない方がいいですね、うん、それが一つ目、はい、次二つ目、はい、あの吸湿性の強い肥料、さっき言ったあの吸っちゃう、そうそうそう、あの硫酸マグネシウムとかね、はい、それとかあとあのまああんまり使えへんけどな、尿素とかさ、うーん、まあ、まあまあそのなんかちょっと難しい肥料よ、うん塩胺とか硫胺とかさ、へえ、あんまり聞いたことないもん、うん、塩化カリウムとかさ、あ、それ聞いたことある、うん、なんか難しいやつね、うんうん、普段では普通の人は使わないような、うん、あんまり使えへんけど、でも、うん、まあ吸っちゃうやつ同士で入れると、うん、お互い水分を吸い合ってカチカチに固まると、おー、なるほど、いうことがあるらしい、はいはい、これは経験ないです、ない、うん、まあちょっと難しいね、それはね、はい、難しいからもうそこはもうさらっと流しておきましょう、さらっと流しましょう、うん、で、次ですね、はい、だから一つ目が、アンモニアガスが出るやつね、うん、二つ目が吸湿性があるやつ、うん、カチカチに固まっちゃうっていうのは、うん、一緒に入れない方がいいよっていうので、次三つ目、これもねあんまないと思うけど、みかん熟の堆肥、はいはいはい、みかん熟堆肥ね、うん、うちなんかほら乗馬グラムでいっぱい持ってきてたやん、そうそうそう、時、うん、あれも完熟じゃないよね、完熟じゃない、やっぱり山積みなだけやからね、そう、のずみの、発酵してない、はいはいはい、あのおがくずとバフンと混ぜただけのものやったから、うん、そういうのを入れるとやっぱり窒素気が起こすと、うん、そうだね、窒素気が起こすってことは窒素分を要は全部食われちゃうわけだから、はいはい、よろしくないね、よろしくないというか、また余計に肥料を入れなかったんですね、そういうことやね、うん、そういう意味でも、あとはほらそういうのやったら石灰窒素とか、あとはなんか発酵資材ね、うん、あるんやけど、うん、発酵資材またお金かかるやん、そうだね、それはそれで高いのよ、うん、だからまあ肥料の無駄遣いになるんで、はいはい、まあ、みかん熟の堆肥は入れないようにした方がいいかなっていうところかな、なるほどね、あとね、有機肥料っていうふうに考えたときに、おお、有機ね、うん、例えば窒素分が多いので言うと油かす、うん、大豆かすも多いのかな、へー、うん、だから油かす、あとはリン酸で考えたときには骨粉とか、うん、あとは米ぬか、うん、ね、で、カリウムは何があるのかな、草木灰とかカリウムの肥料かな、うんうん、
まあ、その辺があるんやけど、あ、その辺もやっぱりあの草木灰とその他の、うん、油かすとかは混ぜない方がいいんじゃないかなと思うよね。うん。あとはあの米ぬかなんかもね、あの混ぜると結構発酵してしまうから、はいはいはい、うん、難しいかなと思うけどね、うん。まあそのぼかし肥料とか作るっていう意味で一緒に入れるんやったらいいんやろうけどね。うん。うん、だからあとね、でもね、有機石灰。有機の石灰。うん。うん、有機石灰はそんなに激しくアルカリ性ではないし、そんなに速効性がないので、ゆっくりしか効かないので、うん、その辺と油かすとか混ぜたりは全然いいんかなと思うけど、うんうん、まあ、普通の駆動石灰とかさ、うん、そういうのとはあんま混ぜない方がいいかなと思う。やっぱりだから肥料っていうのは、そんなに混ぜずに使った方がいいのかもしれないね。ね、うんうん、まあ、めんどくさいからついついね、始めの間、ね、混ぜず使ってたけどね、うんうん、有機石灰を使うんなら、そんなに気は使わなくてもいいのかなとは思います、うん、はい。あれ、カキ殻石灰も有機なの？あ、そうそう、それぞれ。カキ殻石灰が有機石灰。あ、なるほどね。カキ、うん、まあ、殻、要はあの、ほら、カキの殻という、やっぱりいっぱい出るんじゃない、うん、養殖してるから。ああ、うん。大阪湾でもさ、カキ小屋とか最近あるしね。あ、うん、行ってみたいんやけど、ママがカキが嫌いだから。ちょっと苦手ですね。ね、一緒に行けないと。はい。息子と二人で行ってきたら。酒飲めないじゃないか。ああ。うん、まあ、まあね、だからそういう意味で有機石灰使えばそれほど確かに、ね、うん、気を使わなくてもいいのかなと思います、うん、で、まあその有機石灰というかですよ、はい、石灰ね、最後駆動石灰とかさ、はい、あるやん、いるよね、でも、うん、あの植物の三大要素っていうと、うん、あの栄養分のね、うん、窒素リン酸カリやん、はい、五大要素ってなった時に窒素リン酸カリ、うん、カルシウム、マグネシウム。このカルシウム、マグネシウムっていうのが、あの、駆動石灰やんか。駆動はマグネシウムやし、石灰はカルシウムやろ。うん。うん、すげえな。うん、そうだね。で、駆動石灰を、なんちゅうかな、酸性土壌だしということで、多用する人が、はいはいはい。うん、ちょこちょこいるのよ。うんうん、ただ、駆動石灰もあんまりね、たくさん入れすぎると、石灰とかのあの、肩っていうの？石灰肩。うん。あの、カルシウム肩ね。おー、うん。っていうので、やっぱり障害が起きたりするのよね。どんな障害が起きるか知らんけど。知らんかい。いや、でな、あの、要は、まあ、家庭菜園とかだったら、一作一作、うん、ほら。そうそう。あの、土作りで。土作りするときに、年間やっぱり、3作とかさ、うん、4作とか作る人は作るやん。うん、作る。うん。くるくる回す。そうそう。な、そのようになった時に毎回駆動石灰を入れる人もおんのよ。おお、うん、それはね、そこまでしなくていいのよ。あ、いいの？うん、駆動石灰っていうのは1年に1回か2回入れれば十分なんやって、普及員の人が言ってたよ、それ、へー、うん、まあ確かにそんなにたくさん入れる必要ないかなとは思うよ、うん、うんうん、だからね、あのそういう意味であんま入れすぎっていうのは、まあ他の肥料でも何でもそうやねんけど、うん、入れすぎたらもったいないよ、いうん、駆動石灰はそんなにね、あれやけど、普通の肥料やったら入れすぎたら肥料肩というかさ、窒素肩とかさ、う、ね、うんうんうん、いろんな障害が出てくるからな。多ければ多かっても障害があるんだね。そうそうそう。そうやね、難しいね。難しいよ。だって物言わないんだよ、土は。うん。いや、しかもな、肥料は普通にちゃんと入ってても、水分が多かったら肥料吸わないとかさ、生育初期はあんまり吸わないとかさ、うん、ピーマン系なんか初めはカルシウム吸えへんから、絶対尻腐れみたいになるやん。そうだね。うん。そういうのもあるからね。わがままやな。うん。肥料はね、なかなか難しいんですが。ね、まあ、要は入れすぎるともったいないよと。はい。うん、いうことやな。うん。使い方を。そうそうそう。お勉強しましょうと。まあ、肥料の無駄遣いっていうのはそんな感じかな。でも肥料はいるからね。いるし、高いしね。いるし、高いし。どうしたらいいの？何それ？じゃん。歌ってみた。はい。パパの歌ってみたっていうのは動画上げてみる？いらないと思う。グレンゲとかあげてみる。なんか需要ないと思う。あ、そう。歌えないじゃん。アホ。あ、知ってんな。アホ、お前も。この間カラオケで98点出せん。誰がよ。あれ誰がよ。88点の間違いだっけ。そうです。いやいや、はい、うん。まあ、だからね、だから、肥料の無駄遣いと、あの、こういう、あの、無駄話も。そう。ほどほどに。ほどほどにっていうことでな。はい。うん。
今日は肥料のお話でございました。はい、よろしい？よろしいよ。はい、まあそういうことだな。ですな。はい、おしまいです。はいはいはい、それでは皆さん、はいはい、さようなら。